こんにちはったらこんにちは。出雲です。いやー、昨日は寒かったですね。今日はどうなのかな早く暖くなってほしいです。で、時間はですね、えっと、今朝の5時。これバレると怒られるやつですね。え <laughs> まあ、あのー、目が覚めちゃったのでね、始めてしまいました。 で、今回はですね、前の動画で紹介した、えっと、TM1640 の使い方についてお話ししていきます。えっと、TM1640 って何っていう方は、えっと、よかったら前の動画を見てください、えっと。概要欄にですね、リンクを貼っておきます。で、えっと、資料用意してありますので、ご覧ください。えっと。で、えっと、TM1640 っていうのはですね、あの、基本的には、あの、7セグのドライバーなんですけれども、 えっと、今回は、えっと、LED をたくさん駆動するのに使います。はい。で、えっとですね、あの、t m 1 6 4ルはですね、えっと、コマンドのやり取りを、えっと、シ c ルインターフェースでやります。で、S クロックと D インっていう2ピンのインターフェースになります。で、えっと、D インからですね、あのデータを、えっと、LSB ファーストで入れていきます。で、あの、スタートビットとかですね、ストップビットがあるような、 フォーマットになってて、えっと、I2C っぽいんですけど、まあ、そうではないという形です。で、えっと、データの変化はですね、あの、ローのタイミングで、クロックがローのタイミングでデータを変えるという感じで、えっと、8ビット分送り続けます。ね、この、この辺のスタートビットとストップビットの変化のあたりが I2C に行ってます。はい。と、マイコンとの接続はですね、こんな感じです。 で、えっと、こちらはですね、あの、STM32 の L-10 ですね、最近使ってるやつです。で、このうち、えっと、GPIO ピンを使って、えっと、TM1640 の S クロックと DE につなぎます。で、あの、STM32 が持ってるですね、あの、I2C などのシリアルインターフェース、あの、ハードのやつですね、を使うのではなく、えっと、ソフトでバタバタさせて、えっと、信号を送りました。 コマンドの送り方には、二2種類あって、一1つは、オートモードです。このモードではですね、アドレスを、指定して、データを送るたびに、IC の内部で勝手にアドレスがインクリメントされて、連続でデータを送ることができるモードです。もう1つは、フィックスのモードって言って、一1回1回ですね、アドレスとデータをペアにして、送り付けると。 というモードになります。で、前のページに書いてあるコマンドの内容がこちらになります。えっと、フォーマットっていうところはですね、あの、まあ、えっと、実際数字にして、えっと、0x の40のオートモードと、えっと、0x44 のフィクスドモード。まあ、通常使う場合はこの2択です。で、アドレスはですね、えっと、 えっと、8ビット分が C で固定です。で、あと、下の4ビットで書き込みたいアドレスを指定します。で、あの、ピンの名前がですね、グリッド1からグリッド16ってなってて、えっと、0がグリッド1なので、まあ、時々ちょっと間違いやすいです。で、データはですね、まあ、書き込みたいデータを、あの、ここに書き込めばいいです。で、えっと、セグメントもですね、あの、1から、 8になってて、あの、0から7じゃないんで、あの、ビットの番号とは少し合わないので注意が必要です。で、ディスプレイはですね、あの、明るさの設定ができます。で、えっと、入れる数字は、まあ、えっと、0x の88から 0x の 8f までの8通りで、えっと、数字が大きい方が明るくなります。で、プログラムについてなんですけれども、基本的には、えっと、 HAL の GPIO ライトピンっていうあの関数ですね。これ、これを使って、えっと、ピンをパタパタさせてクロックとデータを作っています。で、えっと、16ビットの LFSR の部分はここで、えっと、これですね。これが実際にその数列を作っている部分になります。で、えっと、タップの位置はですね、ここで、これで決めてます。で、 インターフェース部分のプログラムと合わせて、まあ、この辺はですね、あの、ブログの方に上げておきます。で実際に、あの、使用した、えっと、書き込み信号を、あの、ロジャーで取ったのが、これになります。上がスクロックで、下が D インですね。えっと、フィックスのモードを使って、えっと、まずフォーマットを入れて、 で、あの、アドレス入れて、データ入れて、アドレス入れて、データ入れて、ディスプレイコマンドっていう一連の流れをやっています。で、今回はですね、あの、ロ2あ、ロ0 2 0っていう、えっと、パターンを作って書き込んでます。で、ここの、えっと、実際に数字を読み取るときはですね、あの、LSB ファーストなんで、まあ、上から読みます。上から、えっと、MSB で、こっちが LSB 側ですね。あの、普段の読み方と逆なので注意が必要です。 で、最後はですね、あのー、実際に、えっと、グリッドが明滅してる周期なんですけど、これも実測してみました。で、えっと、実際はですね、あの、1グリッド、グリッド1が、えっと、点滅してから、もう一遍グリッド1が点滅するまで10ミリセックぐらいっていううな計測結果でした。なので、えっと、ここから、えっと、グリッド1が、 1.2,3,4,5,6,7,8,9,10で16まで光ってから、えっと、再び1に戻ってくるのに、えっと、10ms かかってます。なんで、まあ、1秒間におよそ100回点灯することになってますね。で、えっと、データシート上はですね、あのー、ここの、えっと、1グリッド分、グリッド1からグリッド2までの間が500マイクロセックって、なんかデータシートには書いてあって、で、えっと、1周するのに 8ms ぐらいで終わるはずなんですが、 えっと、実際には 10ms かかってるので、まあ、内蔵ックが意外といい加減なのかもしれません。あの、実際、ここからここまで、あの、グリッド1からグリッド2の頭までって測ってみると、680mS ぐらいだったんで、まあ、あの、少し合ってないのか、仕様が変更になったのか、だと思います。はい。というわけで、えっと、まあ、前回お見せした映像ですけど、まあ、こんな風にですね、あの、 LED の制御ができています。というわけで,ですね、あの、TM1640 の使い方についてご紹介しましたが、まあ、LED をたくさん使ってですね、何かしたいなと思っている人には便利な IC なんじゃないかなと思います。これ16のグリッドですけど、まあ、えっと、6セグあ、6グリッドってやつもありますので、えっと、数に応じて選ぶといいのかなと思います。 さて、ここまでご視聴ありがとうございました。この動画気に入りましたらですね、あの、高評価ボタンだとか、あの、チャンネル登録だとかしていただけると、あの、大変僕は嬉しいです。また次回、よろしくお願いします。